ばんは、うまいです。とめです、はい、ちょっと夜の風がだいぶ涼しくなってきたので風を感じるドライブをしてます。窓全開で、うん、で、自分は今ピンマイクちょっとついてるんですけど、久米さんはロードのね、ワイヤレス GO2 の、 モフモフもついてない裸の状態のマイクついてるので、もしかしたら風切り音がすごく入っている可能性がありますけど、それもちょっと実験ということで、これ最初の方に見せたちょっとしたねイベントの動画なんですけど、実は今日は久米さんの主催のイベントがあって、まあ、そこのちょっと撮影をしたりとかお手伝いしたりしてたんですけど、その説はありがとうございました。小さいイベントってことで、なんかハンドメイド市みたいな、小さなマルシェみたいな、マルシェではないんですけど、うん、手仕事市みたいな感じのものをしたくて初めて主催してみたんですけど、なんか自分の作ってる枕目の雑貨とか、あとはプラントハンガーを自分は出したんですけど、他にも友達はレジンで作ったアクセサリーとか、会員制のコーヒー専門店で働いてる友達がいたので、その子を誘って、あとその子の友達のつながりでジャム工房さん、ギノザジャム工房さんっていう、この4店舗で小さいイベントをしたんですよ。沖縄知ってる人は分かると思うんですけど、ギノザっていうめっちゃ北部のところから来てくれて、わざわざ那覇まで。初めてだったから、なんか少なくちょろちょろってくるかな、アットホームな感じのイベントになるんだろうなと思ったら、結構なんか大勢の人が来てくれて、そんなに多く来るとは思ってなかった、想像してなかったので、準備の段階でちょっと上前さんを手伝ってもらって、準備して最初の設営とかをしてもらって、もう帰ってもいいよっていう状態にしようとしたんですけども、最初から最後まで上前さんの手伝いがないとできないぐらいバタバタしてたっていう状況だったんで、バタバタしてたねっていうイベントを、ちょっと開催して、まあ、それにねちょっと行ってました。いろいろと勉強にもなったし、そうだね、楽しかったね。楽しかったけど反省点もいっぱいあったんで、次に生かして第2弾できたらいいなって、うん、ということで、お気に入りスポット、あ、今フォーカスがめっちゃ映るっていうのは暗いからか、フォーカスがね遊びますね、暗いと。やっぱりお気に入りのスポット、瀬長島に到着したので、ちょっとお散歩します。今ねちょっとお手軽セットアップで、S シネトンでね撮影してるんですけど、レンズは 35mmF1.4 のね G マスターレンズなんで、まあ、暗所大丈夫かなと思ってるんですけど、さすがにちょっと暗すぎるので、これは S ログに変えようかな。綺麗、誰もいないね。あ、いるね。久々に夜の海に来てみました。あ、星出てるね。流木探し、そうそう、ついでにやっといた方がいいね。今ね 35mmF1.4 の 1.4 で、ね、撮影してるんで、まあ、かなり被写界深度浅いので、なかなかフォーカス当たるところがね手前になってますけど、今そこでねもうマニュアルでちょっと固定してますけどね、海がいい感じに穏やかです。探しております。いや、こうやって見るとやっぱ明るいな。あそこにね月があるんですよ。ライトが点々とありすぎてどれが月かわからないと思うんですけど、一番上にあるやつです。ちょっと絞ったらわかるかな。はい、ちょっと絞ってみましたけど、一番上にあるやつがね月ですね。綺麗。出ました？全然ない。全然ないです。台風来ればいいのな。台風で流れ待ち、台風来ない。全然ない。マジで綺麗すぎる。
あの辺で流れ星発見。多分あそこ、しかも今あそこにね、水亀座と、なんだっけさっきもう一個、流星群がね、魚座だったっけ、多分流星群があの辺にあるので、まあピークとかでは全然ないんですけど、それでかなあ。コウモリ。なんだかんだでね、12時過ぎてます。12時8分、深夜12時8分に、うろちょろする我々、このままちょっと、もうちょっとね、涼しくなった沖縄の秋を感じて帰りたいと思います。車すごい。はい、また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。